モハーベ空港宇宙港とは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のモハーベ砂漠にある空港である。工術の飛行機の墓場としての知名度が高い。1935年に開港し、第二次世界大戦中の1942年に海兵隊の訓練基地となった。その後1972年に民間に運営が戻され、 軍民問わず様々な航空機の実験及び開発の拠点として運営されている。3本の滑走路を持つ大規模な空港であり、旅客機をはじめとした航空機の整備施設や訓練施設も置かれているが、1980年代より定期便の運行はないこともあり、空港ターミナルビルは置かれていない。周辺は砂漠であるため、廃棄予定の航空機が置かれる。 中機上の地面も舗装されていない。モハーベ空港は、イギリスのバージングループ参加のバージンギャラクティック社と、航空機開発を行うスケールドコンポジッツ社による、宇宙旅行用宇宙船の開発拠点が置かれている、ことでも知られ、エアポートと同時に、スプスポートという名前となっている。空港内には、多数の機体が並ぶ解体された、アンセットオーストラリア航空のボーイング の200現在は、砂漠の利点を生かし、アベテル社が航空機の保管場所として使用しており、売却、部品取り待ちの一時保管や、廃棄予定の航空機が多数保管されている。保管されている機体はダグラス DC-8 や、ボーイング707、ボーイング727などの1960年代に、製造された第一世代ジェット旅客機や、1990年代に、 製造された、ボーイング757やボーイング767、ボーイング747から400、エアバス A310 やエアバス A320 などの比較的新しい機体も重機されている。上空から見ると砂漠に不完全な形の多数の飛行機が並んでいることをはじめ、この空港に着陸した大半の航空機は再び大空に羽ばたくことは少ないため、 飛行機の墓場との異名を持ち、写真撮影のため世界中から旅客機マニアが多く集まる。また広大な土地ながら、ロサンゼルスの 100km 圏内という高立地と、航空機で大型機材を直接搬入できるという利便性の高さから、ダイハードニやスワット24、24マイナスなど、様々なアクション映画やテレビシリーズの撮影場所としても使用されており、 空港事務所でもロケ専用の窓口を用意して対応している。イフタのビーチクラフト A36 全日本空輸のパイロットの訓練施設インターナショナルフライトトレーニングアカデミーイフタの訓練で利用する空港の一つで全日空の塗装を施されたビーチクラフト A36 が基調の飛行訓練で訪れている。なお、モハーベ空港内には 全日空の運用から退役し、他社への売却、廃棄待ちの機体も保管されている。モハーベ空港のゲートガードとして、空港のロブが入ったコンベア990型機が駐機している。なおこの機材は NASA で実験機として使用されていたもので、世界でも数少ない原型を留めるコンベア990型機の一つである。民間空港なので自家用機の乗り入れが可能。 定期便は存在しない。カリフォルニア州ロサンゼルス市内からは約1 0 0キロメートル圏内にある。ロサンゼルスから週間高速道路5号線を北上、途中のジャンクションからカリフォルニア州道14号線に入り、しばらくしてまたカリフォルニア州道58号線に乗り換えてしばらく進んだ場所にある。陸路は1 5 0キロメートル程度でほぼ直線であり、 公式ウェブサイトでは、片道90分とアナウンスしている。空港周辺には、レストランやサブウェイなどのファストフード店がいくつか存在するため、空港の職員らは食事のためにロサンゼルスまで移動する必要がない。また、モーテル8など、モーテルホテルが多数存在する。ありがとうございます。